嫌ですよ。なぜですか？え？今朝だって私より遅く起きていたではありませんか。だとしてももう蛇と約束してしまいました。仕方ないですね。では被疑者で決めましょう。知らないですね。ではまずは説明からいたしましょうか。被疑者とは昔日本で行われた審判の一種です。火星、鉄火、鉄火気象とも呼ばれます。簡単に説明すると、対立した者同士に真っ赤に焼けた鉄を持たせて神棚まで持ち運べるかどうかで主張の頭皮を判断するというものです。類似の文化で湯気象や久我たちなどがございますが、本日はまとめて紹介いたしましょう。被疑者は戦国時代から江戸時代初期にかけての境騒乱の際に行われることがほとんどで、騒乱の是非が定まらなかった場合に神の判断を仰ぐという意図のもとに行われておりました。対立した集団からそれぞれ代表者を指名し、代表者は精進決裁の上に立ち会いの役人らの前で手のひらに五王法印を広げ、その上に灼熱した鉄を乗せて、それを素手で持ち運び、その完遂の度合いによって所属集団の主張の頭皮が判断されました。呆れるほどに簡単な作業です。しかし人間が真っ赤に焼けた鉄の棒を持って無事でいられるでしょうか？そんなわけないですよね。完遂した集団はラッキーですが、被疑者を行った当人は大やけど。当初は今ほど医療が発達していなかったため、感染症により命を落としてしまったり、一生誰かの世話になって生きることを余儀なくされてしまうのです。敗北した集団はどうでしょうか？民は代表者を責めることになるので、きっとろくな半生を過ごすことなく生き絶えていくのでしょうと言いたいところですが、こんな時でも人には慈悲の心があります。代表者は神を欺いた罰として引き回し、斬首などになります。これで一息に行けるというわけです。極端な場合には五体引き裂かれた上に、引き裂かれたままの遺骸を埋めた塚を複数設置して、その戦場を境界線とした例もあったそうです。一生民から攻め苦を受けて生き続けるよりは幾分かマシなのでしょうか？わかりませんね。最初にお話しした類似の文化として湯気象というものがございますが、これも二人が同時に熱湯の中に入った石を取り出して神棚に安置し、その後当日もしくは数日後に火傷の少ないものの主張が正しいと判断する方法で、双方の火傷の程度が同じである場合には双方折半の真意の現れと判断されました。久我たちについても同じようなもので、沸かした熱湯の中に手を入れさせ、正しいものは火傷せず、罪のあるものは大火傷を負うとされておりました。こんなこと本当に行われていたのかと信じがたいところですが、被疑者の記録は会津地方や近江の国など各地に見られ、また被疑者の結果気づかれたと伝えられる鉄火塚と呼ばれる塚が残っている地域も存在します。これは強制的な拘束や拷問などを行わずに、神の意志によって当事者の合意を得られる方法として広く行われておりました。しかしあくまでも双方の証拠類を揃えて吟味した結果でも事実の確立ができない場合などに限定されており、これを行わなければならないという恐怖から、自白などを得て早期解決が望めるという効果もあったとのことです。さてさて皆様、いかがだったでしょうか？最初はただ残酷な恐ろしい文化だと思った方が多かったのではないでしょうか。文明の発達していないこの時代に、
どうやって問題を解決するか考えた結果がこの被疑症になると思います。恐ろしさのあまり嘘をつく者が減ったというのであれば素晴らしいことですよね。そういえばこの被疑症には逸話があって、かの有名な織田信長もこの被疑症を行ったことがあるそうです。これは信長後期に若き日の織田信長のこととして記録が残っており、なかなか素敵なお話です。ある時盗みを働いた佐助という人物が被疑症の際に鉄を取り存じ、本来なら有罪となるところを家柄を盾に佐助をかばう者が現れました。そこで鷹狩りから帰ってきた信長が偶然通りかかり、物々しい状況を問いただします。不正を見逃すことができない性格の信長は、自分が被疑症を取って成功すれば佐助を成敗すると宣言し、焼いた手斧を手のひらに乗せ、三歩先の棚に乗せると、これを見たなと一言、そしてその後佐助を成敗したといいます。信長らしいお話ですよね。さて、それでは被疑症の準備を。悲願のお話、ご清聴いただきありがとうございます。お気に召しましたらまた遊びに来てくださいね。それではさようなら。